その GoTo キャンペーンやこの五輪オリンピックがですね、巨大な利権の匂いがプンプンとするとこういうことはですね、よくよく皆さんもご存知なのだと思います。この東京オリンピック、国の費用がですね1500億円と言いましたけども、まあ、これはもちろん国はそれ以上出しますが、この1500円何の費用かというと、この皆さんの後ろにある、新国立競技場の建設費用が1529億円、でした。まあ、この費用をですね、国が国立ですから負担するとこういうことがですね、1兆3500億円の中の国の費用の1500億円の、中身です。この東京オリンピックにはですね、200以上の国や地域からですね、1万人以上の選手の方々が、来るというふうに言われています。選手だけではないですよね、トレーナー、コーチ、あるいは関係者、メディア関係者等々ですね、五輪関係者だけでも多分、三桁というか数百万人、規模のですね、人々が来ると、日本にやってくる、観光客も含めて、ね、数百万人、いや1000万人近くの人たちが延べですね、東京オリンピックの期間に日本に訪れるというふうに言われていました。しかしですね、1万人の選手団の中、日本選手団はですね、やっぱり 600人ほどだというふうに言われていますが、現在はですね、まだ100人しかですね、オリンピック選手、オリンピックに出場する選手が決まっていない。大半の選手はですね、まだこれからですね、年内は無理でしょうが、年末からですね、年明けにかけてのさまざまなその、大きな国際規模の競技大会でですね、記録を測ったりだとかして選手に選ばれるとこういうことになるわけですけど、というふうに言われています。IOC、国際オリンピック委員会はですね、放送権や広告収入から500億円をですね、各国のですね、国際競技連盟に分配をしているわけです。オリンピックが開かれないと IOC の、まあ、収入もなくなって、各国の競技団体にですね、お金をばらまくことができないとこういうようなことが言われているわけです。この構造はですね、 IOC の日本支部というふうに言われている JOC も全く同じです。昨年に比べてですね、JOC からですね、各国内の競技団体に、分配されているお金はですね、6割減ったというふうに言われています。まあ、8億円になったということですね。非常に厳しい状況の中で、これ以上ですね、急急としながらコロナのリスクを拡大させながらオリンピックを、来年迎えるために準備をするということはですね、非常に大きな問題、犯罪的な行為だというふうに、思っているわけです。ですから私たちは先ほどですね、JOC に対してですね、今すぐに中止を決定すべきだと、決定する権利は IOC にしかないというふうに言われてますけども、そんなことはありません。開催都市、受け入れ都市がおもてなしでおもてなしさえしなければできません。コロナの感染終わっていない、部隊は中隊機を確認、規制線を確保せよ。